7月20日、日本株投資戦略レポートをお届けします。今日のタイトルですが、えー、中国株反落の背景は、アメリカ、イギリス、インドとの対立と、日本株への影響はというタイトルです。えー、上海総合、えー、指数ですけれども、6月の後半から上昇ピッチが高まっています。 背景に中国景気の回復期待が、えー、高まってきたということがありますただし、えー、先週は、えー、上海総合が反落しましたアメリカやイギリスインドとの対立が激化してきたということに対する懸念があるとで、えー、日本株がどうなるかというお話ですそれではまず日経平均の、えー、冷やしチャートをご覧ください、えー、ご覧いただくとおり 年初にコロナショックで暴落した後急反発が続いてきたとただ6月と7月は上へも下へも大きくは動きにくいやや硬着した状況になっていますただし、まあ、日経平均で見ると硬着してるんですけれども中身では大きな動きがあります比較的大きく上昇しているのが IT 関連株や バイオ関連株、半導体関連株などは上昇が続いている一方で、景気敏感株、製造業の株などは低迷が続いているという状況でしたただし、先週ですね、ちょっと違う動きが出てるんですけども先週は上昇してきた IT 関連株や半導体などが下落して。 えー、景気敏感株が買われたとでなぜ景気敏感株が買われたかという背景を考えると、えー、中国の景気が回復してくるという期待が高まってきて、えー、上海総合が、えー、上昇してきたという要因それで、えー、日本でも中国関連、えー、景気敏感株が、えー、上昇が目立つようになってきたというのが足元の状況です。 じゃあちょっと中国の景気指標をご覧ください。えっと、まずこれ、中国の新型コロナの推定患者数ですけれども、中国はまあその強大な国家権力を持って、感染の抑え込みに成功したということで、今のところ、大きな感染の再びの拡大ということもないと。 いうことで、えー、経済再開を進めているところですで、えー、とこちらの中国の PMI 景況感指数ですけれども、2月には、えー、大きく落ち込んだんですけれども、足元、えー、急回復していると、で50が景況感の若め,めですので、製造業も非製造業も50を超えたという状況ですね。 で先週発表になって注目されたのが、えー、中国の GDP です。こちらが、えー、中国の GDP の成長率ですけれども、中国は、えー、前年比で発表しています。で、えー、一番右のとこ見ていただくとわかるんですけれども、1、3月が、えー、前年比6.8%という。 統計を取り始めて以来の最大の落ち込みになったんですけれども、4、6月がプラス3.2%に戻ったということですね、回復はしていると思われていたんですけれども、プラスになるのはちょっと難しいんじゃないかと思われてたところで、プラスで出ましたんで、発表された数字で見ると、ポジティブサプライズということになりました。ただ、まあ、よく言われてるんですけれども、中国の GDP。 えーまあ、操作されていいるのででははないかととうこああままりり信頼性は高くありません、えー、過去の推移を見てるんですけれども、えーまあ、マイナスになったことがほとんどないということですけれども、えー、リーマンショックの直後ですね、えー、2009年13月も、えー、プラス成長になってますけども、えー、まあいろんな指標を合わせて見てみると2009年の13月は 実質マイナス成長だったんじゃないかというふうに私は推定しています。で、えー、と2016年1、3月こ、チャイナショックって書いてあるところですけれども、ここも、えー、GDP ずっとプラスで安定してるんですけれども、このとき、中国景気が、えー、かなり悪化して、世界景気も悪化したと。 いうときでチャイナショックと言われてるんですけれどもこのときもマイナスになった可能性があるということですけれども、まあ、プラスで発表されているということであまり GDP について精度が高くないんで信頼性はないんですけども、まあ、それでも、えー、2020年46月中国景気が、まあ、急速に回復しつつあるということは間違いないと思います。 ところがですね、ちょっと足元の、えー、上海総合の動きを見ていただきたいんですけれども、先週、えー、下がっていますね、えー、これの、の今年の1月からのアメリカのナスダック、上海総合、日経平均、ニューヨークダウンの動きを比較したものですけれども、相変わらず好調なのは、ナスダック総合指数ですね、まあ、アメリカの中でもガファムと言われるグーグル、アマゾン、フェイスブック、 マイクロソフト、アップルなどの、えー、世界の IT インフラを支配している企業の比率が高いということで、ナスダックは、えーまあ、アフターコロナで一段と成長が見込まれるということから、好、え、調、ー、が続いているとで。上海総合も中国景気の回復期待で 順調に上がってたんですけども、先週は、えー、まああの大きく反落したという形になっていますで。その背景なんですけれども、アメリカやイギリス、インドなどとの関係が悪化していると。 いう対立が激化してきたということが、えー、反落の背景にあるというふうに思われます。えー、まあ中国が、えー、香港の自治を軽外化させつつあるということ、また海洋進出を強化しているということから、えー、まあ米中の対立が激化する兆しが出ています。で、米国は今あの大統領選の直後なので。 えーまあ、株を暴落させるような形で対立を激化させるということを、まあ、控えているというふうにトランプ大統領は考えられるんですが、まあ、大統領選後に、えー、対立が激化して、えー、世界の,けあの分断というものが、えー、進む可能性があるということは、えー、大きなマイナス材料です。でえー、イギリスも、えーまあ、アメリカに同調した形で中国のファーウェイの、えー、排除というものの方針を決めたと。 でインドとも領土問題で、えー、関係が悪化しているという状況です。えー、ということで、えー、中国景気、あの回復に向かうとは思うんですけども、えー、従来のように、えー、輸出を拡大するということは、えー、難しいと思います。まあ、中国、あの大きな国なので、えー、大きな内需がありますので、内需主導で回復してくるというふうに考えます。で最後に日経平均ですけども えーまあ、あの毎週お話ししてますけども、えー、強材料、弱材料、両方ともきっ抗した状態で、当面は、えー、大きく動けない状況が続くというふうに考えております。ただ、えー、日本株は、えー、割安というふうに私は判断しております。えー、長期的に会話を迎えているという考えていますが、短期的には、えー、急落。 急騰を繰り返す可能性があるとリスク管理しながら少しずつ割安な広配と利回り株などを買っていくということが長期的な資産形成に寄与するというふうに考えています。以上ですごご聴ありがとうございました